こんにちは。ゆっくり相談所、所長の霊夢です。今日も相談を受け付けていきます。まず最初の相談は、橋本聖子氏がキスを強要した相手は誰でしたか？では、相談員の皆様にお答えいただきましょう。高橋大輔選手のようです。本人たち曰く、スケート界の日常、という名目で行われていたと書かれていましたね。一般人からすると疑問が割と残るような回答だったことを覚えています。高橋大ちゃんです。それがトラウマで1回引退しました。嘘。相談員の皆様、回答ありがとうございました。相談者さん。ま、そういうこっちゃ。ガンバ。終わりです。ご視聴ありがとうございました。